どうも、ガルフの三ツ谷です。いつもありがとうございます。今回はドライバーショットでスライスボールがどうしても治らない方が陥ってしまってる大きな勘違い。これを皆さんとシェアしていきたいと思います。スライスがどうしても治らない方、すごく大事なポイントを間違って解釈していることがあるんですね。今回これを皆さんぜひ覚えていただいて、正しい解釈を持てるようにやっていきましょう。 私、三谷は4000名の方がスを作るで普段レッスンさせていただいてます。本当に皆さん感謝してます。ありがとうございます。そして動画を見てくれてる皆さん、スライスは解釈を間違えると余計にひどくなってしまいますから。では、早速いきたいと思います。スライスボールというのはなぜ起きるのか。ボールをまっすぐ打ちたいと思っている中で、クラブヘッドが外から内側にアウトサイドインといったりしますが、この軌道でボールを打っていくと右に曲がってしまいます。 もちろんそのまま振り抜いて右に曲がらないショットも打てるんですが、そうするともうとんでもなく左に打ってしまいますので、基本的には、こんな感じのスイングをしている方は右にぐーっと曲がっていくと。そしてこれが、さらにこうスイングが崩れるような感じ、余計にこうアウトサイドになってしまう。そうするともう OB になってしまう。フェアウェイを捉えることが全くできないということになってしまうんですね。そこで、 なぜこのような形になってしまうのかと考えるのが非常に大事なんですね。そこで、ゴルフのスイングというのは、体の動きが手動、体で振れと言ったり、下半身先行だと言われたり、もちろんこのチャンネルでもそういうことをお伝えしているんですが、この体で振るということが、こういう間違った動作につながってしまう危険性が実はあるんですね。それは何かというと、構えてバックスイングしました。ここから切り返すところで、 体の動きで振れと言われると手が何もしない。このまま体の動きだけが動いて振り下ろされてくるとアウトサイドインになってしまうんですねえ。ですから、体の動きが手動であるというのは腕が肩についていて、で、体の胴体の部分が回転していきますよという、その体の構造からして手動であると言ってるだけで、腕が何も動かずにそのまま降りてきますよということではないんですね。えですから、切り返してくるところで 腕の位置としては、ここからこういう風に下に降りてくるような動きになってこないといけないんです。でなので、体が動いてから手が動くとアウトサイドインになってしまいますので、切り返す瞬間に腕が積極的に降りてくると、クラブヘッドは内側から降りてきますので、スライスボールが出ないということです。ですから、切り返すところで腕も積極的にグッと下に向かって下ろして、 打っていけばスライスボールが出ないということになります。これが正しいスイングの解釈になります。体の動きが胴体の部分ですから腕はあくまで肩についてますので体の動きは手動ということは決して変わることはありません。ですが動くタイミングが体から腕になりますよと言ってるわけでは全くありませんのでそこを間違えて解釈しないようにしましょうね。 スイングはどういうふうに動かすか、それを自分でパッと聞いて、あ、こういうことだなっていうふうに、こう自分で解釈して、それが間違ってる可能性があります。なので、切り返すところで手の動きがどう動けば正しいのか、こういったことをレッスンを通じて覚えてほしいんですね。そうすれば、間違った動きにならずに、クラブヘッドは理想的な円を描き、ボールを捉えていくことができますので、ぜひ皆さん、一つ一つをどういう動きなのか、そして、 一つ聞いても、それを自分でそこから間違った方向に繋げていかないように気をつけながら、スイングに励んで、練習に励んでやってみてください。皆さんが必ずドライバーショットでまっすぐ遠くへ飛ばせる、そういうスイングに繋がっていくことを信じて皆さんにいろんな情報を伝えていきますので、皆さんも頑張ってやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。